A wise man writes that mystery is a basic element of all works of art. 神秘というのはね、すべての芸術作品の基本的な要素なんだよ。As to Makalu Apuna or Kapalua Labyrinth, Maui, Hawaii, it writes that Makalu Apuna is a wahipana or sacred site to Na Kanaka Maori or native Hawaiians. Entry is discouraged except for Hawaiian protocol or cultural practices.Your cooperation and respect are appreciated. Mahalo. Thank you. ハワイのマウイ島にあるマカルアプナ、通称カパルヤ迷路と呼ばれているところです。現地のハワイアンにとっては神聖な場所となっています。そのカパルヤラビリンスとは何か、簡単に検証してみます。広志林浜松市ジャパン。世界中で類似の迷路パターンが見つかっています。それを紹介します。結論ということになります。左がハワイマウイ島のカパルヤラビリンスです。右がフランス中北部の都市シャルトルパターンと呼ばれているものです。この両者は全く同じです。まあ、これをどう理解するかは次の問題ということになりますが、ここまで一致していると、まあ、つまりは同じということになります。念のために皆さんをフランスのシャルトルへ案内します。シャルトルの大聖堂です。ゴシック建築の、まあ、メッカとしてもよく知られています。シャルトルです。その中心部に大聖堂があり、その大聖堂の床に、まあ、要するにですね、カパルヤラビリンスが描かれているということです。フランスとハワイ、ハワイとフランス、何かつながっているのでしょうか、つながっていないのでしょうか。まさに神の溝を知るということになります。 Bye for now.